だんだんマークも厳しくなってきてるだろ。栃木ぐらいからもう、はい、ね、大変です。なんでさ、行くチーム行くチーム、そうやって元気なチームを作れんの？スタッフに恵まれると思います。やっぱり自分が育成を経験があるからかもしれないですね、うん、おこがましいですけど、もうそういうサッカーが世界にはあるんじゃないですか。ストッパーの村松だっけ、よくストッパーにしたね。あれ聞いてるよ、聞いてる、はい、俺 MVP にしよっかなと思ってた。はい、皆さんこんにちは、いい時間帯ですね。原博美です。 J リーグ TV 始まります。さっき終わってちょっと治療のに入ってまして、12時半あ半くらいになるかなっていう。なるほど、すみません、お待たせして。いえいえ、わかりました。はい、大丈夫ですよ。はい、ありがとうございます、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。その間にさ、はい、小林監督呼んできてよ。ですね、新次さんがまだトレーニング会場から戻ってきてなくてですね。そう、はい、後ほどじゃあ一回リサロ君の前に。本当ですか、話聞きたいです。ちょこっとでいいよ、ちょこっとでいいから。はい、わかりました。今ありがとうございます。お願いしてた原さんいらっしゃるっていうことを伝えたら多分すぐ来る。はい、よろしくお願いします。すみません、またはい、はい、大丈夫です、よろしくお願いします。はい、OK です、ありがとうございます。リサロさん、おー、ありがとうね、ありがとうございました。はい、じゃあ頑張って。はい、頑張ります、ありがとうございます。面白かったです、お話は。この後、うちのボス、もうすぐちょっと別。すいませんね、本当に。あれだったら、はい。もう、原さん、小林さんとはもう自由に喋ってください、原さん。再現ないと長いからな、シンジは。ミーティング長いだろうな。短くするように言っとくわ。ありがとうございました。じゃあ、ありがとうね。いきます。原さん、もう来た。あ、よかった。もうつけていただいて。どっちでもいい。はい、どっちでもいい。つけていただいて。お、新次。あ、どうも。よろしくお願いします。何をですか。月間最優秀監督、ありがとうございます。本当に褒めてもらって。いや、だけどすごい勢いだったね、8月はね。そうですね、去年からのトレーニングが実ってるんですかね。あ、動けるっていうところで、まあでも意外とその分ボール持ってる時間が長いからあんまり走ってないかもしれないですね。走ってるように見えると思いますけど、ボールはやっぱりキープできる選手が出てるんで、取ったらやっぱ大事にしてくれるんで、そこは楽なんじゃないですかね。バランスが結構いいじゃない、そのゴールキーパーから前線までのさ。だけどだんだんマークも厳しくなってきてるだろう。来てます、はい、栃木ぐらいからもう、はい、大変です。はい、大変。でもあれだよね、この前の新潟戦いろいろあったけど、面白かったです、はい、勝ち切ってね、ああいうの大きいね。はい、強いですもん。新潟もやるよね、相当ね。高強度高いし、走るし、作り方がちょっと中央を仕掛けて作ってきて、オランチが最後に飛び出したのがちょっと違ってきましたね。この辺がちょっとやっぱり難しくなったかなと思います。ちょっと後ろに下げてビルディングアップするんじゃなくて、普通にビルディングアップして前はこう飛び出すような形を作ってきたチーム初めてだったですかね。そういうところで慌てたかなと思います。なんでさ、はい、行くチーム行くチーム、そうやって元気なチームを作れんの？どんなチーム？スタッフに恵まれると思います。それは監督がいいだろう。いや、やっぱ事実だってやっぱり確実論から行くと、勝ち点1を取れて、うん、なおかつ
3を取るとちょっとやっぱりこうリアクションのところも考えがちですよね今までの、うん、でもそこじゃないと思うんですよね僕あの若い選手のそのうまさとかを見ると前で指した方がいいと思うんですよね、うん、そこは なんかこう徳島ぐらいから思ってて、うん、うまいのを落として守備よりもなんかないかなって思ってたんですよね、うん、そういうのをやっぱうまいのってトップ下とかサイドハーフじゃないですか、うん、そういう選手のこう特徴をどう生かすかっていうところを考えると、まあ、フィジカルにも以前のフィジカルと天野っていうすごく浦和で経験してるヘッドコーチがやっぱり支えてくる天野知ってるよだってその前 FC 東京じゃん、はい、FC 東京だから彼のその情熱とかこう若いですよねやっぱり自分と違ってやっぱ活動的でですからそういう積極的なアイデアを取り入れながらっていうのはすごく、はい、変わった天野もおじさんじゃないのいやめっちゃ元気ですよもうそういうスタッフに恵まれてやっぱりやれたっていうこと大きいと思いますまあでもさそれはシンジがあれなんじゃないそういうスタッフをうまく活かせるっていうかさなんかよくあんのはさ J1 までやった監督だったりさそういう監督さんだとさ J3 とかに行くとさないものねだりしてさこれがないなんでこれがないんだとかって言いがちじゃないでも多分そのいる現状のスタッフとかさ選手でその中で何をやるかっていうのを本当にこううまくやってくるよねありがとうございますそこは現実ですから、うん、そこがないものを言ってもそれをどうするかですからそうなると、うん、なんかやっぱり育成がやっぱり自分が育成を経験があるからかもしれないですね、うん、そうだなユースやっぱりまあ降りた頃幼稚園もやりましたし小学校もやりましたし監督としてはユースから始まったんでそこもやっぱり15人で広島の監督をやったんでそういうところってやっぱ あるんですよね3年で日本一取れたしやっぱ変わるって人は変わるんだなっていうのどっかにやっぱり ある思ってると思いますね、まあ、だからそれは新次監督がそういう思いでいるから選手たちも変われると思って本当にこう伸び伸びっていうかさあのそうですね本当にあの失敗を恐れてないよねみんななんか伸び伸びプレーしてるのがすごいいいなって思ってますよあの例えば高橋大吾とかさ、はいはい、シンジが連れてきてなかったらどうなってたんだろうと思うぐらいだけどもう本当に去年途中から来てからだっけねもうすごいよねあのこの成長率っていうかね すごいですよやっぱり、ね、本当に今年は10番つけさせて2が重いかなと思いましたけどやっぱそこは頑張ってジャンプしてほしいなっていうところを、うんこうまあ、ボランチもできるようになりましたしそうだよな、はい、ちょっと幅が広くなってきましたねプレイは、はい、だよねだあのね俺今でも覚えてるけどシンジがあれかねだから北九州来る前 その1年ぐらいフリーにいた時あるよねはいはい1年間、まあ、解説やったりだ、ねはい、そういうの試合見たりとか、はいはい、もう今でも覚えてるんだけどどっかセレッソかなんかでさはい、これもたまたま試合見てたら相手どこだか忘れちゃったけどさセレッソとどっかやっててさ、はい、なんかあんまりいい内容じゃなかったんだよねその試合の内容がでそしたらさあのシンジがボトってハーフタイムぐらい言ってさ原さんこれでいいんですかねみたいなコメントしてたの覚えてるちょっとやっぱり原さんも思うじゃないですかやっぱりさっき面白いちょっとあまりリアクション的なのが多くなってきたかなっていうだそうだったよねだ、はい、多分あの当時のセレッソが今ほど調子良くなかったのもあるしなんか相手チームもなんか自分たちからっていうよりもなんか今言ってるようにさ、はい、リアクションばっかこう狙ってるような感じで、はい、そんな試合だったんだよねたまたまねそれで見たらなんかそんな感じのコメントしててうーん早くどっかそうでしたっけそれ覚えてるよでまたでもまた次解説があるから見に来たんですみたいな言ってたけどもう見方がさ解説者の見方じゃないからもうこのチームだったら自分どう立て直すかなぐらいの感じで見てるいやいやいやそうでもないですよまあでもそれで北九州行ってさこうやってチームで、はい、あのだからすごい嬉しいねはいあのまた新しいこうパワーもらって、うん、新しいサッカーっていうんですかね前でやり合うサッカーだから前でやると当然後ろにスペースがあるから怖いじゃないですか、うん、それをどういうふうにやるかっていうもうそこに来てると思うんですあのおこがましいですけどもうそういうサッカーが世界にはあるじゃないですか
そうだな、今そうだな。そこのレベルは低くても低いなりにもそういうことをこうやってもいいのかなっていう、そういうやっぱりさ思いがあるから選手たちにそれが伝わってるよ。だからそいやなんかその選手たちが本当に生き生きやってるのがこう見えるっていうかね。あのなんだっけストッパーの村松だっけ、はい、よくストッパーにしたねあれ。いや彼はボランチサイドバックセンターバック3つのところができるで来た時に実際これでいろんなところ回してて、うん、器用貧乏になったらどうだろうっていう困るなっていう、うん、じゃあ一番はやっぱりセンターバックかな、うん、センターバックがいいんじゃないかっていうことで、うんまあ、思い切って、うん、まあでもあの前からプレッシャーかかるんで彼は、ああそうそうそう、状況判断がいいんでインターセプトとか一番うまく狙えてると思いますよ。聞いてるよ聞いてる、はい、あの俺 MVP にしよっかなと思ってたからこう見てた、はい、あと長いとかな、ね、あのどうしてもディサロとかテントルシとか注目されちゃうんだけど、はい、これは聞いてんなと思ってる、はい、実ははい、ああそうだよ、ね、いいですね、はい、まあいろいろハードスケジュールで大変だけどね、ここからまたさらに大変だけど、はい、あの監督が元気そうなんで安心しました。まあ元気をもらってるんで元気よく。そうだよな、はい、元気もらってますよ。なんかいい顔してるもんな。そうですね、若いのってだって思いっきりいいですもん、うん、そう思いっきりって切り替えも早いし、うん、リカバリーも早いです。早いです本当に2日で戻ってきますよ、やっぱり若い選手は。初めはもうギョロギョロしてました、初めの時には、うん、慣れてくるともう大丈夫ですって言いますからね。なんかあれ椿だっけ、椿、はい、椿とかもさ、はい、強くなってきてるよな。はいはい、なあ、楽しくなってきました。ビビリだったのだいぶ。だってあれ J ユースカップかなんかの決勝の時解説した、はい、そうですそうです、はい、あそこで出会いがあって夏にドリブラーを探してて、お椿ってそういえば北九州の時いたよなっていう、おー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 、それ繋がってじゃあお願いしようっていう。あ、そうなんだ、やっぱり、はい、そうなんですよ。いろんなのが繋がってけど、いろんなのをファーにしちゃうんだね、あの新次さんは。いやいやいや、出会いですよね。それが大事なんだよ。やっぱいい出会いだったんだろうなと思って、ちゃんと来るようになってたのかなと思いながら。そうだね。お願いしてしまうっていう、あれだね、まあ、あの忙しいからまた1週間いい準備して、はい、はい、ありがとうございます。ここからプレッシャーも大変だと思いますが、1試合1試合、はい、いい試合をまたやってください。ありがとうございます。急なお願いにもかかわらずありがとうございます。はい、どうもよろしくお願いします。今後ありがとうございました。小林監督、ありがとうございました。はい、失礼します。はい、どうもありがとうございました。